エイダフルーツインダストリーズはニューヨークに拠点を置くオープンソースハードウェア関連の企業で2005年にリモア・フライドによって設立された多くの電子部品道具などを自社で設計製造販売しているまた電子技術やプログラミングに関するライブ配信動画撮影なども行っている2005年創業者のリモア・フライドが マサチューセッツ工科大学の学生だった時に自身のウェブサイトで自作の電子工作キットの販売を始めた。彼女は後にニューヨークに移ってエイダフルーツを設立している。2013年、エイダフルーツの売り上げが2200万ドルに到達し、2014年には3300万ドルに増加する見込みである。エイダフルーツという名前はフライドのネット上でのニックネームである。 レディーダから来ており、その名もまた計算機科学分野の先駆者であるエイダラ、ブレスへの敬意を込めたものである。会社の目標は、より多くの人々を、技術、科学、工学と関わらせることである。ラズベリーパイなどのサードパーティー製の機器に加えて、エイダフルーツは、教育目的及び、趣味目的のための独自のボードを開発、販売している。例えば2016年、 同社は、サーキットプレイグラウンドというアトモル製の AT メガ 32U4 マイクロコントローラーと多くのセンサーを搭載したボードを発売し、また2017年には、より強力なアトモルサムド21を搭載した、サーキットプレイグラウンドエクスプレスを発売している。他の多くのエイダフルーツの製品と同様に、ウェアラブルデバイスでの使用や、教育目的での使用を考慮して円形になっている。 ありがとうございます。